ペレーラの教像トマス・ペレーラは、ポルトガルのイエズス会修道士。神で、宣教活動を行い、後期帝に、西洋音楽を教えた。また、ネルチンスク条約の締結時に活躍した。中国名は、ジョニッショウ。ペレーラは、ブラガ県、ビラノーバデ・ァマリカオンのサンマルティーニョドバレに生まれ、1663年に、イエズス会に入会した。1666年に、 中国人のテイメダクラ13人のイエズスカイ氏と共に5話にわたりそこで学習を続けた1672年にマカオに着きフェルディナント・フェルビーストの推薦によって高規定の宮廷で西洋音楽を教えた1688年のフェルビーストの没後グリマルディがフェルビーストの後を継いだがグリマルディは1686年から高規定の施設として ヨーロッパに渡っていて、不在だったため、その間、ペレーラとアントワーヌトマが代役として、近天間で働いた。1689年に、ネルチンスク条約を結ぶとき、ペレーラとジャン・フランソワ・ジェルビオンは、孫ごとを助けて、ロシアとの通訳及び交渉に従事した。ペレーラは、ノリタケモン天主堂に、大型のパイプオルガンを作った。 1692年から1695年までの間、ペレーラは中国巡管区長であった。1708年に北京で没した。ペレーラは律令正義続編の編纂に参加した。律令正義は上編下編続編からなり、続編は西洋音楽の基礎を説明している。律令正義続編はペレーラの没後。 テオドリコペドリーニによって完成した。南先生行術はフェルビーストの伝記。ありがとうございます。